いよいよシーズン開幕となりました。この先を占う重要な一戦となりますね。はい、そのためにも最初の試合が重要になりますよ。マイナスのボール。マイナスのボール。グランパスが PK をもぎ取りました。きっちりとペナルティーキックを決めました。ゲームは立ち上がりからの8分、先制点が生まれました。次に反応するのはどっちだ。カウンターアタックに入るか。スペースに見事なスルーパス。このチャンスは生かしたい。ここは中央の選手にクロス。流し込めば決まる距離でしたが、一体どうしたんでしょうか。復帰きましたよ。復帰です。まだ距離はありますが、思いっきり狙いました。相手のコーナーキックです。キーパーから声がかかっています。コーナーから中へ。チャンスにはなりませんでした。オスカールが顔を出す。見事なスルーパス。よく止めました。決定的に見えた場面はオフサイド。オスカールが来る。狙っていった。オスカールが来る。狙っていった。ゴール、ゴール、ゴール。スーパーゴールが決まりました。いやー、これはちょっと言葉がないです。信じられません。味方も驚いてるかもしれませんね。ユーハイ、ここはよくスペースが見えていました。もう前半終了して1対1、両チーム1得点で折り返します。後半はどのような試合になるでしょうか。キックオフです。ここはインターセプト。しっかり予測していました。オディル・アフメドフ、ウーレイ、クロスが入りました。キーパー見事に止めた。ゴールを狙いましたが、ここは入りません。ユーハイ、いいボールが出ました。いいボールが出ました。ヘディングで決めた。ヘディングで決めました。頭でしっかりボールを捉えてますね。カズヤ、ここは復帰のテリトリー。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。ここはしっかりクリアされました。長谷川アリア・ジャスール、このボールは決定的。ゴールされました。長谷川アリア・ジャスール、このボールは決定的。ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。以上。じっくりと出しどころを探します。さあ来た。リードを奪いに行きましたが、同点のままです。残り時間はわずかですが、まだまだ勝負の行方は分かりません。素晴らしいボールです。試合終盤でのコーナーキック。さあどこを狙ってくるんでしょうか。ボールはエリアへ。エウケソン、入っていれば決定的でした。長谷川アリア・ジャスール。 The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes. 終了間際にチャンスが巡ってきたか。ここは決勝ゴールに結びつけたい。
エウケソン、ここは復帰のテリトリー、全く互角の戦いでした。今シーズン最初の試合は引き分けに終わりました。福西さん、まずは勝ち点1を獲得しましたね。最高の結果とは言いませんが、今後につながる内容だったと思います。主審は迷わずペナルティースポットを指差します。きっちりとペナルティーキックを決めました。まだ距離はありますが思いっきり狙いました。オスカールが来る、狙っていった、ゴールゴールゴール、スーパーゴールが決まりました。いやー、これはちょっと言葉がないです。リードを奪えるか。試合は同点のまま。ゴールを狙いましたがここは入りません。いいボールが出ました。ヘディングで決めた。長谷川アリアジャス、このボールは決定的ゴール。ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。さあ来た、リードを奪いに行きましたが同点のままです。主審が試合を止めます。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。試合終盤でのコーナーキック、ボールはエリアへ。エウケソン入っている。